こんにちは。一級建築士、インテリアコーディネーター、宅建士の金黒です。積水ハウスは2023年5月29日に、2025年4月入社までの高校卒業予定者を中心とした住宅技能校の大幅に採用増員する採用計画を発表しました。また、新たな人事制度を導入し、課長クラスの技能校の待遇を改善することも併せて発表しました。このことは現在の建築業界の問題が見え隠れしています。そこで今回は建築業界の問題と積水ハウスの取り組みをご紹介します。またこのチャンネルでは住まいづくりにお役に立つ情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。建設現場の働き手の減少と高齢化が進んでいます。5年ごとに国勢調査が実施されていますが、抽出詳細集計によると最新の2020年の職業分類で大工の人口は29万7900人でした。前回調査の2015年の35万3980人から 15.8% 減少しています。さらに遡って2010年の調査結果では40万2120人でしたので、この10年で大工さんは 25.9% 減っています。人数ではこの10年で10万4220人減り、4分の1減ってるということになります。ちなみにさらに遡ると20年前は64万7000人でしたので、この20年で半分以下になっています。しかも60歳以上の大工さんの割合は20年前は 19% でしたが、2020年になると 43% まで増えています。この20年で大工さんは半減して、その半分近くは60歳以上と、大工さんは減少して高齢化しています。ちなみに建設・土木作業従業者全体では60歳以上の割合は 28% ですので、大工さんの60歳以上の割合が 43% というのは、建築現場で特に大工さんが高齢化しているということになります。さらに2022年になると、団塊世代の一人親方が75歳以上の後期高齢者となり、建築業界では新築住宅の需要の落ち込みよりも職人数の減少スピードが速くなっていきます。建設業界は営業・設計・施工管理以外はアウトソーシングが進み、分業化や効率化を求めた結果、大工さんも企業に属さない一人親方が増えています。そして状況が悪化したのはコロナウイルスです。巣ごもり需要で世界で建設ラッシュになり、日本には木材や半導体が入ってこず、ウッドショックや半導体不足という現象が起こりました。さらに追い打ちをかけたのはウクライナ情勢や円安です。エネルギー価格が高騰し、あらゆるものが値上がりしました。住宅価格はこの3年で大きく値上がりし、現場の数も減少傾向です。そうなると一人親方の職人さんには仕事が回ってこなくなります。大工仕事が楽しく、できれば継続したいと考えて働きたくてもやむを得ず、廃業する大工さんが増えてしまいました。建設現場の中でも特に大工さんが減少して高齢化しているのは、少子化の問題だけでなく、所得や待遇の面での問題も影響しています。2024年4月から年間時間外労働の上限が設けられる2024年問題があります。所得を増やしたいけど残業ができないとなると収入も減ってしまいます。職人が不足する中、今多くの人材を育成できないと、耐震性や断熱性の良い良質な住宅の形成が将来的に困難になる恐れがあります。建設業界の職人の減少が進む中、積水ハウスは2025年4月入社までの高校卒業予定者を中心とした住宅技能校の大幅に採用増員する採用計画を発表しました。2024年4月入社は今期の 2.4 倍にあたる年間95名、2025年4月入社は今期の 3.4 倍にあたる133名の採用を予定していて、大幅な
採用増員を計画しています。また新たな人事制度を導入し、課長クラスの技能校の待遇を改善することも合わせて発表しました。採用方法もこれまで工業高校を中心に訪問していましたが、今後は普通科にもアプローチの幅を広げていくとのことです。住宅技能校は基礎工事、建て方工事、内装工事と多くの技能が求められます。積水ハウス建設では技能校に住宅一棟を作る多様な技術や知識を習得してもらい、さらに技能校から工事責任者への職種変更も可能にすることで、一生涯安心して働ける職場にしていきたいとのことです。また新人事制度として、これまでの技能校現業という名称を廃止し、クラフターという名称を導入することを発表しました。住宅技能校は入社すると基本を習得するホープからスタートし、実際に施工ができるクラフター、チームを統率するチーフクラフター、これまで得たスキルで若手育成などを担うマスタークラフターとキャリアアップしていきます。評価にあたって今後はスキルマトリックスによってスキルを可視化し、本人が希望するキャリアを形成できるようにしていくとのことです。職長クラスであるチーフクラフターの処遇も改善され、30代のチーフクラフターの年収はこれまで500万円から600万円程度でしたが、これを2024年4月以降は900万円までアップさせるとのことです。福利厚生も完全週休2日制、年間休日120日、男性育休取得率 100% をすでに達成しているとのことです。2024年4月からはユニフォームサークルビームスと共同開発した新ユニフォームも導入され、施策によって職場のイメージアップ、社員のモチベーションアップを狙い、働く場所として魅力的な環境を構築していきたいとのことです。このような感じでこのチャンネルでは住まいに関するお役に立つ情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。